五等分の花嫁2期7話やっていきましょう。ぜひとも皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それではいきましょう、レッツゴー。お、来た、ニノ。思い出しちゃダメ。おあいつは金太郎の私のことなんて何とも思ってない。そのことをまだ思い出しつつ重なりつつ、もう会わない。ああ、もう重なってんだよ、もう重なってんだよ。父ちゃん、パパ、そのくんづけムズムズするからやめてって言ってるでしょ。確かに悪かったね、ニノ。先ほど全員赤点回避の連絡をもらったよ。お、君たちは6人でやり遂げたわけだ。うん、おめでとう。お、素直に。どうやら上杉君を認めざるを得ないようだ。お、だから明日からはこの家で。あいつとはもう会わない。意外としっかりしてんの。それともう少ししっかりつく。お父さん、新しい家にいることにしたわ。認めるところは認めるんだ。おお、当然一家にだけ負担はかけない。私も働くわ。おお、自立なんて立派なことしたつもりはない、うん、正しくないのも承知の上。でもあの生活が私たちを変えてくれそうな気がする。おお、少しだけ前に進めた気がするの。だいぶな、だいぶな。理解できないね。少しだ。前に進むなんて抽象的な言葉に何の説得力もない、うん、君たちの新しい家とやらも見せてもらったが、そう、僕にはむしろ逆戻りに見えるね。まあまあ言いたいことは分かるよね。5年前まで忘れたわけではある。はい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 、もうあんな暮らしは嫌だろう。はいはい、いい加減わがまま。お、何、お、バイクが、あ、バイクだった、バイクだった。ここにいたか。バイク乗ってんだ。あっ、あと何それ、意外と乗ってんだ。バイトが始まる前に帰らないといけない。意外。ニノ、あ、君が行こうとしているのは茨の道だ。ああ、うまくいくはずがない。後悔する日が必ず訪れるから。まあ言ってるけどな、うまく。後悔とは失恋か。うわ、バトル。私たちを見てて。バトル。見て。あ、いや、お父さん。娘さんをいただいていきます。いやいやいや、よくないよくない。めでたいことに娘たち全員試験を突破したらしい。まだこの格好してる。ているだろうか。もちろんでございます。またこの格好してるよ、本当に。笑えているだろう。あ、笑えてないよ。ございます。娘全員笑えてるよ。あ、笑った。父親だから、ね、当然さ。あんたは娘全部奪われた。はずだけど、面倒くさいと人間関係ってのは片側の意見だけじゃ進まないってこと。何？はいはい。このバイク店長に借りた。おお、言ったろ、免許持ってない。前に出前のバイトしてたって。おお、それで手にして取ったんだ。おお、うん、びっくりするほど似合わないわ。これ試験結果の。お、あ、やめろ、みんな。どうせ全教科100点ってお決まりのあれなんでしょ。あらら、ところが一生の不覚、マジで恥ずい。そうきたか。私たちのせい。ちげーよ、こんなこといいから飛ばすと。しっかり捕まってろ。そういうことか。長かった俺の家庭教師の仕事も今日で一区切りとなった、うん、ニノの言う通り俺は用済み。今までの関係もこれでおしまいだ。これでおしまいなの。寂しくなるな。でもまだ、ていうかスピード遅すぎ。飛ばすんじゃなかったの。これでも OK だ。だろ、赤点。重いの抱えて走ってんだから。こいだら、はあ、重いって誰に言ってんのよ。たく、何だろう。あんたはずっとそうだったのね。ほんと最低、最悪。あとはそう、うん、好きよ。聞こえないことを利用して言ったやろ、これ絶対そうやろ、これ。うわー、これは攻略、みんなの攻略。うわー、やばいわー。ほんと演出が神ってんな。言っちゃった、聞こえてないで。好きだなってどうしちゃったの。私初めての告白なのになんで突然言っちゃったんだろう。あー、どうしようって聞こえてたの。なんでこんな無反応なのでしょ。多分聞こえてねえんだよ。はい、意外と聞こえないから。突破お疲れ様、うん、本当に赤点回避できるとは思わなかった。うん、うん、答案用紙を額縁に入れて飾りたいよ。曲と、うん、うんがあった。ちょっといい点を取ってからにしようか。そうだな、お祝いだからってこれだけ贅沢しても大丈夫かしら。お、店長さんがご祝儀としてご馳走してくださるみたいですよ。誰かの給料から。星子つけてね。なんで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 。星子つけてね。星子、あ、そういうことね。はいはいはい。私たちの注文する商品はやはりバラバラですね。まあこれは平常運転だね。はい、四つ葉。俺も今思い出したわ、あの歯医者さんの星5つけないと、めっちゃいい歯医者さんにね、あの出会いまして、いい人なんですよ。あの星5つけないと、ああよかった、思い出した。はい、四つ葉。大事大事、評価大事。原文のいい人にはいいわ。四つ葉の予想がドンピシャ。おお、でしたね。あれは助かったわ。やるね。おお、嬉しいな。あ、かわいい、あ、かわいい、かわいい家庭。おいしいね。あ、でもおいしいやろな。助けてもらったからお返ししないと。うん、そう言ったら私たちも。では少しずつシェアしましょう。きっとこの試験もどうやって突破できたのですから。いいね。いろんな味が楽しめてお得です。はい、それがもう目当てですね。はい、ありがとう。お、それにおめでとう。お、これはまさか一花が一番とはね。ぶち抜かれた。これは運が良かっただけだよ。
おーバチ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 スイッチ。僕は少し休憩入るからあとよろしくね、うん、店長プリンを一つ取り置きしてもいいですか。おいいけど好きだったっけ。いえバレンタインのお返しに。おお君は仲間だと思ってたのに裏切り者裏切り者なんですけど、はい、ああはいはいはい、かわいいかわいい。てっきりあの5人の誰かからかと思ったよ、まあ、ありえないですよ。いやもらったといえば1月からずっともらってたから。そうなんだよね、バレンタインちょっと不完全燃焼みたいになってんだよな。バンブロー様、店長さんは今奥に行った。あらそう、おっとお礼を言おうと思ったのだけど少し待とうかしら、うん、おっと攻略作戦始まったぞうまく隠せてたかな。ミクを応援してた気持ちに偽りはない、はい、はい、はず。でもあの時一瞬ミクは一番になったら告白するって言ってたけど、はいはいはい、今回は私が一番だったならしてもいいのかな。うおーやべえよ、ストレートになってきた。あ、 ってもらって、あらごちそうになったお礼だわ。ニノいいぞ、店長には伝えておくから。一気と比べたら別人やで。そうね、見た目もそうだけど別人やで。変わったな、好きな人にはこうなるんだよ、予想通り。やっぱりバイクで行ったことを忘れてちょうだい。いや、はい、困らせちゃうのも当然だわ。突然すぎたもん、ね、また怒るよ。少しアクセルを踏みすぎたみたいバイクだけでな。ニノお、あー言うな。何のこと。あ心当たりがないんだから。絶対言うと思った。つーかあの時風が強かったから。ああバイクといえばかぶってるし。何よそれ、うん、だから何よ。何でもないわ。はい、なんだ聞こえてなかったんだ。いいんだか悪いんだかな。そもそもあいつにとって私たちは恋愛対象外。おーミクのバレンタインにだって気づかないくらいだし聞かれなくてむしろ良かったわ。ずっとねミク渡してるから。何だったんだ、うん、あ店長全部片付けます。今度はあんたを好きって言ったのよ。まあやべえ、まさかの戻ってきた。返事なんて求めてないわ。おお。ちょっとムカつく。やば。対象外なら無理にでも意識させてやるわ。はあ、あんたみたいな男でも好きになる女子が地球上に一人くらいいるって言ったわよね。それが私よ。残念だったわね。わお、ぶっ込んでるわみんな動き出した。山中、山中の友達。山中だよなこれ、思いっきり。山外、山外、中じゃなくて外だ。お前も買い物か。そう、誰、ね、ここよりもっと近い店があるのによく言ってました山中。別に風太郎に会えるかもしれないから前に迎えに来た記憶を頼りに少し遠回りしてこのお店まで来たわけじゃなくて、たまたま歩いてたら自然とこのお店に来ちゃったわけで。ネタバレや。一番の長文確かに当分なら。これ目当て。こんなのやってるのか。ペアリング。そう。米。お店だけなんだ。おー、温泉ペアチケット。おじいちゃんの家の近くだ。おー。温泉なんて金にもならん。狙うならもちろん E 賞の商品券だ。待て。この B 賞は売ったらいくら。ペタロウには当たらない気がする。やってみないと分からない。やましいんだよ。待って。ニノに頼まれたものがある。おー、なんだ。そうか。ニノ。ニノ。何か言って。何か。だ。何でもない。はい。あのさ、ミク、好きな人とかいる？お前だよ。いないよ。何も言ったでしょ。お前だよ。あれから同じクラスに気になるやつとかできたんじゃないか。恋バラしようぜ、恋バラ。急にどうしたの？だろう。かわいい。知り合いがだと、うん、同級生に告白されたらしくて。またそれかよ。返事はいらないと来たらしいんだが。はい、おめえだよ。正直、戸惑っている。おー、戸惑っている。なんだよ。風太郎でもそんなこと考えるんだ。おー。普通の男の子みたい。あくまで知り合いの話だからな。そういうの一周するタイプだと思ってたから。おー。嬉しいな。おー。私の知り合いの話だけど。おーっと、また告白しようとしたけど、自信がなくてできなかった。はいはい。誰だろうな。したら最後、元のように戻れないから。うん、それくらい勇気がいるんだよ。うん、そうか。確かに。だが世の中にはそんな勇気のある人がいるんだ。あいつにどんな顔して会えばいいかわからん。私はなんて臆病なんだろう。おわ、ひとまず春休みだ。考える時間はいくらでもある。あ、休みか。春休み。うん。当たったってこと？おお、当たった。やべえな。これもお兄さんのおかげだね。すごいな。まさか本当に当たると。やべえな。もしも随一の観光スポット誓いの鐘、この鐘を二人で鳴らすとこの男女は永遠に結ばれる。どっかで聞いたなこれ。お兄ちゃん、なんか聞いたぞこれ。あ、やべ、充電するの忘れてた。もう、そうだね、次行こうぜ。兄ちゃんもついてきてよ。そうだな、あいつらのことを忘れて今はこの家族旅行を楽しもう。おなぜ、なぜ、お前こそ見つけ早いよ。なぜ、あれ、上杉さんじゃないですか。うん、嘘、うん、太郎も当たったんだ。あ、の
お前らも家族旅行かよ。に当たったりしてんの？家族旅行だ。あ、家族旅行か。気をつけなければいけないよ。あ、旅にトラブルはつきものだからね。おお、じゃあ何をするつもりだ。ここで昼食にしよう。だから格好なんとかせえよ。なんでずっとその格好。いつの間に父親と和解したんだ。でも確かに確かに確かに。に、にの、うん、何よ。言いたいことがあるならはっきり言いなさい。攻めてるね。攻めてる。やべえ。おお、おお、やべえ。私たちも出会って半年が過ぎたわ。私たちも出会って。いいと思わない？だいぶ詰めたな。それは常々考えてはいるけど。そうだわ、はい、あだ名とかどうかしら。お、なんか考えなさい。私、梅、ふ、ふと、ふくん、ふくん、ふくん、なっちゃって。いいじゃない。そんなこといいから準備するよ。なっちゃって、かわいい。おい、おお、この野郎俺と席変われ。本当にいい加減。うまくできるかな。うまくできるかな。いちか、説明してほしいんだが。なんかやるのか。ごめん、忙しいから後で。忙しい、なんだ、おかしい。少し会わない間に全員よそよそしい。いつきくん、何をしているんだい。エバタから弁当を受け取ってくれ。はい、あの、先日。さあ準備を始めよう。久々に全員が揃ったからね。家族水いらずの時間だ。水いらず。じゃあね、風太郎。多分同じ旅館よね。上杉くん、後でお話があります。後でお話があります。なに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 、なんだろう。お化け屋敷みたい、やってるよな。ドライはお化け屋敷みたいってよく言うだろ。お化け屋敷って。あ、てくさ。あ、ないんだよ。あ、いた。確かこの辺に。お、あ、いつの間に。なんだ、いつきのやつ、どこに。なぜ、お化け屋敷。屋上。あ、お風呂。温浴があったおかげで家族で風呂に入れたな。 お兄ちゃんも伸ばせる前に出なよ。おお。しかし、あいつから話があるって言ったくせに、どういうことだ。ロリ属性がないからな。そこまで王とはならんが。レイジ中庭。あ、お風呂終わっちゃった。なぜこんな回りくどいこと。終わっちゃった。おっさん怖えな。怖いな。中庭ってこっちですよね。死んでんのか。怖いな。ああ。いつき、ちょうどよかった。俺も中庭に行くとこだったんだ。おお。なんだよ話って。話とは。とりあえず中庭へ。いや、なんか今攻めそうだ。もう逃がさないぞ。もう逃がさないぞ。うん、上杉君は私たちの関係をどう思っていますか。それはまあパートナーとか言ってた。パートナー。お前が、うん、いいえ、私たちはもうパートナーではありません。確かに最近はろくに授業もしてないから否定はできんが、うん、俺の受けた依頼はお前たちの卒業までだ。それまでは一応家庭教師として、うん、もう結構です。この関係に終止符を打ちましょう。はぁ、何言ってんだ。ちゃんと説明しろ。父親に言われたのか。なぜ今そんなことを。おお、変態だと思われてる。じいさん死んでたはずじゃ。死んでねえよ。わからん。え、何ですか。わしの孫に手を出すな。おお、殺す。親戚殺す。親戚そうか。わかんねえ。言うとったな。言うとったな、ミクが。殺すぞ。お兄ちゃん、朝だよ。おっさん。ずっと寝かせてくれ。このまま寝続けて未来に飛ぶんだ。未来に。もしもし、お兄ちゃんは未来に飛ぶみたい、うん、なんでだよ。せっかく電話してくれたのにごめんね。誰だよ。おお、きつき。おはきも。どういうことだ。それはこちらのセリフです、はい、なぜ中庭に来てくださらなかったのですか。え、ねえ、何の話。また変身。ちょっと待ってくれ。え、一度会って話をしよう。探したいのは山々なのですが、あなたと会わせないよう監視の目があり、なかなか抜け出せそうにありません。それならいい場所があるぞ。うん、行こうとして止められて、もう一回行って0時にやっとなるっていう。だからいつきはいつきだった。ハンバーグ。うわー、待ってました。本物のいつきのようだ。待ってました。昨日俺はフロントでいつきに会い、家庭教師を辞めるよう促された。お、つまりあれはお前じゃなかったってことだ。変身だ。誰だよ。また私の姉妹しかありえません。すごいな。ナイスバディ。ナイスバディ。あの中に誰かが俺を拒絶している、うん、怖い。誰か怪しい奴はいなかったか。おつか、いつきに変装した理由は何だ、うん、あ、それはですね。あら、あんたとはよくお風呂で会うわね。おう、ニノ、一度変身をした。どうせ一緒になったんだし。そうか、体でも洗ってあげようか。そっちに来た。やっば、ちょっと待って。やばい。はい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 、うん、しかし。誰、うん、はい、シンプルにね、今度は分かるけど、はい、うん、婚姻欲、あー、勇気出したのに。
はい、誰だ。許さないわ。今のはあなたが悪いです。独り占めのためにだな。全員同じ顔なんだぞ。イチカかな。全てが同じというわけではないと思いますよ。イチカなのかミノなのか。年に私たちは見分けられています、うん、きっとあなたにもできるはずです。愛があれば。出たよ、ホンデモリオン。出た。しかし疑問です、うん、あれほどあなたを嫌っていたニノがどういう風の吹き回しでしょう、うん、ニノだったか。ニノだけではありません。イチカもすごいな。四つ葉もサービス。春休みに入ってからどこか変なのです。昨夜はそれを尋ねるためあなたを呼び出しました。何かご存知ありませんか。やはりあいつらの違和感、気のせいじゃなかったみたいだな、うん、はいはい。ご存知ないな。そんなことより、うん、偽イツキ問題の方が最優先だ。誰だな。あいつの真意が理解できないままじゃ本当に家庭教師解消になりかねない。皮落ちた時のピンクのあれも。しかし実は私も偽イツキに共感できるところもあるのです。おー、偽イツキの真意は私にも分かりませんが、もう利害一致のパートナーではないということです。おー、数々の試験勉強の日々、花火大会、民間学校、年末年始などなど、はいはい、これだけの時間を共有してきたのですから。あったな、いろいろと。それはもはや友達でしょ。おー、素晴らしい。確かに、うん、そうですね。はいはい。100歩譲っても赤の他人でしょうか。声質が違う、声質が全く違う。恥ずかしいことを堂々と、うん、せっかくの旅行が台無しだ、はあ、やるか。お悩み相談。あー、お悩み相談。はい、ということでね。いやー、またもや変装。誰が変装してるのか。で、レナで会ってるよね、あの謎のピンクのロングの姉ちゃん。川のところで出てきた、あいつは誰なんだっていうね。誰が変装してるんだ。状況的にいくとニノが動いたのを見てるので、イチカがこれはまずいっていうことで動き出したのか。言うてミクの件もあるし、そこにさらにニノ、うわこれ厄介だなっつうことで、じゃあちょっと考えようかっていうパターンもあるし、ただそれにしてもだいぶ過激なんで、過激なことをするとすればニノなんだよね。一度その変装するっていうのをね、もうこれで味しめてるんで、なんかその四つ葉の時のね、だからそれを考えるとニノ。だからさ、あの結婚式の相手誰だよっていうあれともう同じことになってる。二の舞というか、二のだけでね、二の舞というか、また迷わされている。こういう作品なんだね。ということでね、めちゃくちゃ楽しい感じでございますけども、今回はこんな感じで終了していきたいなと思います。最後になります、グッドボタン、チャンネル登録ボタン、よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。 See you next time!